皆さんこんにちは、ルイです。今回は新しく登場したサポートカード、日本サッカーをひっくり返せるの性能について話していきたいと思います。サポートカードの紹介の後に、公認アンバサダーになって 1.5 周年ということもあり、何か自分にしかできないことはないかなと考え、公式に掛け合ってみて、今回11連ガチャチケットのギフトコードを発行していただきました。このギフトコードを使用すると、新しいサポートカードガチャ、日本サッカーをひっくり返せるのスペシャルガチャ11連を引けるチケットがもらえるんで、ギフトコードを入力してチケットゲットしてください。それではまずは新サポートカードの性能から見ていきたいと思います。今回のサポートカードはスピード系のサポートカードになっています。まず練習能力なんですけど、初期スピードアップ350、初期スタミナアップ150、練習時スピードアップ 30%、 スピード固定ボーナス 45、 全力エクストラボーナス2段階 35%、 全力スペシャル発生率アップ 60%、 常時スピードアップ 15% と、スキルレベルアップ5、そして練習時スピードアップ 20% と、スペシャルレクチャージボーナス 120% となっています。練習能力の内容はとにかく全力シャトルランとスピードに特化した内容になっていますね。練習メニューカードは無凸で全力シャトルランの白青カード、65レベルでスプリントダッシュの白緑金カード、100レベルで全力シャトルランの濃い赤カードと、スプリントダッシュの濃い紫カードが解放されます。濃い紫カードは新しい練習メニューカードになっていますね。この練習メニューカードの内容は、コンディション消費が非常に大きいが、金カードの12倍のステータス上昇と2段階のエクストラボーナスを持っていて、さらに確率でターン延長権利も獲得できるようになっています。濃い赤カードに延長がついたって感じの能力になっていますね。ちなみにスプリントダッシュは全力シャトルランと切り替わって出てきます。全力シャトルランとの違いは、全力シャトルランの方はスピード、スタミナ、キックの数値が上がって、スプリントダッシュはスピード、テクニック、スタミナの数値がアップします。次は特殊能力なんですけど、全部で3つの特殊能力を持っています。まず1つ目はサポートイベント 5-3 発生時継続しやすい金の C ゾーンとアウェイクニングに突入、さらに全力シャトルラン実行時獲得ステータス 300% 上昇のインスピがいずれかの練習メニューカードに付与されて、2つの金スキル、クロス名人と新刹那が獲得できます。さらにこのサポートカードをレベル100にすると、専用で追加の金スキル、日本サッカーをひっくり返せるが獲得できます。この金スキルは試合中全体で一番スピードが高い場合、スキル発動時の攻撃中に限り、自身がクロスを上げる確率を大きく上昇させて、さらに味方全体のシュート成功率とシュートレンジを大幅に上げるといった内容になっていて、かなり強い金スキルになっています。スピードキャラには絶対習得させたいっていうぐらい強い金スキルですね。2つ目は4-2発生時スピード上昇量プラス720のインスピレーション付与と、コンディションアウェイクニング突入、最後3つ目はラストマッチ2戦目勝利後から3戦目開始までの間に確定でイベント3が発生し、3ターンの延長権利を確定で獲得できます。全力の 300% 上昇とスピード720のインスピレーション、めちゃくちゃ強いですね。イベントがうまいこと同時進行して同じカードに付与されたら、一撃大幅ステータスアップも狙うことができます。最近はコンディションアウェイクニングのキープ結構難しくなってきているんで、 5-3 と 4-2 どっちもアウェイクニングになるのも結構強いと思います。とりあえずレベル65まで突すれば白緑金カードが解放されるんで、確定アウェイクニングと確定延長できるようになるのも強いですね。そしてトレーニングスキルなんですけど、今回めちゃくちゃ強いです。常時スピードアップ最大 45% や全力シャトルラン時スピード獲得量アップ最大 45% があったり、情報修正された覚醒ガガマルともトレーニングスキルちゃんと追加されていますね。スピード系得意な人は今回のサポートカードの凸優先して狙っていきましょう。このガチャの開催期間は8月8日の23時59分までとなっていて、初回無料ガチャは7月27日の11時59分までなんで注意してください。この後ギフトコードとチケットの受け取り方を説明していくんで、専用チケットを入手して初回無料で赤スーパーチャンスが来たら、そのチケットで赤スーパーチャンス追っていきましょう。今回のサポートカードはいつもよりチャンスが多い分突狙いやすくなっていますね。次は待ちに待ったブルーロック PWC の日ガチャの内容を見ていきたいと思います。今回はブルーロック PWC の日ガチャ2種類ありますね。1つ目のガチャの内容は1人10回まで挑戦可能なガチャで、
枠によって排出される内容が違っています。一枠目は厳選された20種類の星3と SSR カード、2枠目はエクストラサポートカードとエクストラメモリーボール、3枠目は SSR キグレットや各種再抽選チケット、4枠目がブルーロックコイン、5枠目が納豆、6枠目がサラダ、7枠目が餃子、8枠目がカレー、9枠目がステーキ、10枠目がメモリーボール、11枠目がトロフィーとなっています。ラスト2回はエクストラサポートカードが通常確率の約4倍で排出されるみたいですね。そしてもう一つのガチャは先月と同じ感じの内容で、1人3回まで挑戦可能で、1枠目が1回目はセルフピックアップしたものが 26% で出現、2回目はセルフピックアップしたものが 69% で出現、3回目はセルフピックアップしたものが確定で出現となっています。残りの2枠目から5枠目は厳選された10種類のみが排出対象となっていて、無料で各枠3回まで引き直しができるようになっています。運が良ければかける2での排出もあるんで、1回のガチャでうまく引き直しができれば最大9枚排出がある夢のあるガチャになっていますね。どちらも開催期間は7月31日の23時59分までとなっていて、今回のブルーロック PWC の日記念ガチャの特別ガチャミッションも一緒に開催されています。選べる PWC の日ガチャ2種類を複数回引くことで達成できるミッションになっていて、ミッションを達成すると星3確定選手ガチャチケットや枠再抽選チケット、メモリーボールなどが獲得できます。引き直し付きの方のガチャは期待値結構高めで、アンリちゃんや雪宮最新サポートカードも排出されるんで、ここで一気に凸を狙うのもいいと思います。先日のお得パックで凸が進んで育成素材が足りないっていう人は、育成素材もたくさん排出される、もう一つの方のガチャも引いてミッションを進めるのもいいと思います。自分は明日の動画で PWC の日ガチャ3回引いていく予定です。お待たせしました。それではギフトコードと受け取り方について説明していきたいと思います。ギフトコードはこちらとなっています。チケットの受け取り方は、1ブルーロック PWC 公式サイトを開く、2公式サイトの中にあるギフトコード入力画面はこちらをタップする、3ギフトコードとプレイヤーコードを入力して送信、これでプレゼントボックスにチケットが届きます。ギフトコードの入力期間は7月31日23時59分までとなっていて、チケットの有効期限は8月7日の23時59分までとなっています。チケットの発行と有効期限に注意してください。もし公式サイトがわからないっていう人は概要欄に URL を載せておくんで、そちらを活用してください。それでは昨日の浴衣あんりちゃんのガチャ引いた動画を最後に流して終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あんりちゃん、あと少しでレベル65なんで、このゲリラガチャでどうしても当てたい。ピックアップはザッツオール下手くそ、あんた間違ってるよ、ここで終わったんだ、組もうぜ。生まれる国、この6枚でいきたいと思います。下手くそが出れば貫突、組もうぜはあと2枚なんで、この辺も出てほしい。いきます。俺に祭りカードを見せてくれ。確定室来い。きたー、確定室、アンリちゃんカットインきました。アンリちゃんのカットインが来たらアンリちゃん出るでしょう。金ボール7個、めっちゃ多い。止まんねえ、止まった、よし。おっ、浴衣アンリちゃん出ました。1枚、お、また、え、これはここで終わったんだ。いや、まだあと1枠、ここもアンリちゃん来たら65。いや、でもこれで60レベルになったんで、最悪1枚交換すれば65は確定なんで、よかった。久しぶりにゲリラガチャで2枚引けて大満足です。最後までご視聴ありがとうございました。